ました。え？来てない。おはようございます。こっちでいいですか？あれ？時間過ぎてますよね。みんな来ないのかな？あ、おはよう。おはよう。おはよう。で、みんなどこにいるか知ってる？知らない。いや、知らないってさ。だって今日はさ、渡り廊下で決起集会やろうって集まろうってみんなが話したじゃん。うん、まあなんか適当に来んじゃない？いやいやいや、適当見てさ、ちゃんと話聞いてよ。聞いてるよ。絶対聞いてないぞ、自撮りしてんじゃん今。いいじゃなくてさ、ちょっと、うん、話聞いてよもう。おはよう。おはようって。やはり、やはり遅刻だから。ごめんごめん。もしもし。話聞いてね、話聞いてちゃんと。ちょっと待って、今電話しない。今ね、大事な話してる。あ、ごめん、大事な。もしもし。でもさ、やっぱさ、男女の友情ってさ、成立しないと思うんだよね。いや、それ今一番どうでもいいやつじゃん。しかもそれ一生答え出ないやつだから、うん、聞いてよ話。もう渡り廊下大事な時期なんだから。ごめん、イベント押しちゃって。あ、お疲れ。お疲れ。あ、演歌のイベント？そう、見ればわかんじゃん。うん。あれ、なんかちょっと分かってる。いやいや、分かってないけどさ、みんな待ってたからじゃん。激おこまゆゆまれた。何つぶやいてんの、ちょっと。ねえ、遅刻だからね。みんな揃いも揃ってスマホいじってさ、もう。もう好き。もうよ、じゃないよ、もうちょっと。何アイス食べてんの。ちょっと。おいしい。ごめん、超急いなの。いやいや、説得力ゼロだからこれ。アイス食べる時間あったらさ、もっと急いで来てよ、もう。え？激太りな。ちょっとそれやめてよ、気にしてるんだから。だったら食べないでダイエットすれば。分かったよ、じゃあ今日からダイエットする。アイスダイエット。何その喧嘩も。どうでもいいからさ、本当にアイス食べないで。もう決起集会だよ今日ね。分かってる本当に。アイちゃん何してんの。パリカタ。パリカタとかサウルじゃなくて何食べてんのよ。豚骨ラーメンじゃん。ちゃんじゃなくてさ、なんで決起集会なのに豚骨ラーメンっておかしいでしょ。私 HKT やけん。なるほどね。うんうんうん。なるほどねじゃなくてさ。そうだよ萌えちゃん。はい、一口ちょうだい。いいよ。おいしいおいしい。これめっちゃ美味しいところだよ。ダイエットは激太りまっしぐらだよ。明日からね、明日から。うん、おいしいでしょ。いやいやいや、ダイエットすんじゃないの。そうだ。何何よ。何持ってんの。何それ、これね、サンバルって言うんだけど、インドネシアで定番なんだよ。入れるね。ちょっと匂い出して。いいよ。くっさ、美味しい。ダメだよ、そんなに食べないよ。ねえ、さあ、何持ってんの。ねえ、これだよ。そうなの。やめて。私ね、こっちの。ねえ、やばい。ねえ、待って待って。聞こえるよ。うるさい。なんか、もしかして。だって言うからここに泊まり込んでたの、遅れないように。偉い。遅れちゃうしね。いつも寝坊しちゃうもんね。そう。え、昨日の夜から泊まって。いや、一昨日から。もうちょっとさ、ね、今日だって大事な決起集会って言うから。うんうんうん、まあ、そんなほらみんなイライラしないでほら。みんな、はい、はい、お茶でも飲んでカリカリ直して。いやいや、ね、はい、はい、お茶飲んで。はい、はい、あら、回して。はい、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 わさお。はい、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 何よ。何してるの。お茶でしょ、だからみんなイライラしてんだからお茶飲んで、うん、一杯やろうって言ってんの。いやいや、おばあちゃんの旦那じゃないか。いいか、ほら、おばあちゃん。うん、何、おばあちゃんだと思ってたの。うん、バカにしてるでしょ。してないよ。笑ってるもん、顔が。私のことおばあちゃんだと思ってる。思ったの。ひどい。バカにしてないから。あと28歳にしてはいけてるよね。いけてる。いや、すごい、やったー。やった、いけてる。いい加減にしてよ。してないよ。ひどい。何やってんのよ。お肌の曲がり角なる。曲がってないし、なんなの本当みんな。怒ってる。そんな激怒。は？激怒だ。怒ってんの？怒ってる。なんなみんな。ひどい。みんなバラバラすぎ。私たちグループでしょ。もっと真面目にやろうよ。初心を思い出して。みんな渡り廊下やる気ないでしょ。じゃあさ、
こんな渡り廊下走りたいに誰がした総選挙やろね。うん、何それ。最初はみんなまとまってたのに、誰のせいでこんなにバラバラになったか総選挙で決める。いいね、じゃあちゃんと決めよう。じゃあそれで決定ね。よし、はい、書きました。書きました。はい、はい、じゃあ入れてってください。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。それでは開票します。はい、お願いします。渡り廊下走りたいに誰がした総選挙。そうだよ、名前が出た人が投票された人ね。うん、はい、誰がしたんだ。ちゃんと書きますね。お願いします。はい、浦野シンディ美穂。ん？ん？ん？シンディ。いや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 、私じゃないでしょ。だって私途中からしか入ってないし。いやいや、美穂さんですよ。いやいや、そんなことないでしょ。じゃあ次。今、まだ1票。まだ。まゆゆ、1票。お、あ、まあ、まだ1票だから別にいいけど。まあまあ。え、他のシンディに票が増えてる。うちら同類ってことや。まだまだ、はい、はい、次行きます。新居だから、渡辺真由由。あ、あれこれ真由だ。私に2票ってこと。まだ2票だから、だから新居に3、4、5。なんで私のことばっかり言うのよ。はい、結果真由でしょ。いいから、いいから、いいから。次行こう。はい、次。はい、渡辺真由で1票。そうじゃないよ。バカな。マユが言ったやつじゃん。マユが言って流行んなかったやつ。やめろ。なんか何でも書いてるね。やびよ。うさぎみたいな感じ。やびよ。ないから言わせようとしてる。じゃあ最後いくね。はい、はい、最後いきます。なんかほとんど私じゃないのこれ。さ、シュ、最後でいくよ。いくよ。シュじゃない、これ決まるから。いくよ。シュじゃないよ。なあ、エイの裏側。ん、ええ、このネタをまず知ってる人がね少ないんだけど、見てる人 4,5 人しか分からない。え、前知ってんの。どういうこと。なんでエイの裏側なの。なんかエイの裏側のなんか顔がちょっとみたいな顔してて、なんか似てたのちょっと。よくなってる。じゃあ眉ってことか。そう、眉ってこと。だからこれ誰描いたの。さん、これ眉。なんで全部私じゃない。誰描いたの。なんでおかしいでしょ。誰描いたの。1,2,3,4,5,6票。はい、はい、眉だ。しかも、あんまり不正投票だ。これシンディが優勝。なんでよ。いや、おかしい。おかしい。こっちの方がおかしいよ、どう見ても。なんでよ、それ誰描いたの。おかしいでしょ、だって全部変。眉毛、眉毛、眉毛、ここら辺までいいけど、ここからぐざけてんじゃん。眉毛いいの。全部眉毛。眉毛はいいよ。じゃあ、最終的にどうやって書いたの。これ誰、誰、これ誰の。これ最後、最後、最後、何ちゃん書いたの。ダブダ書いたの。わ、私書いた。そう思ってた。でも6人もさ、こうやって眉って言ってるんだから、やっぱ眉がいけないと思うよ。まあそうだよね。あ、そうだね、みんな攻めるの。だってこれ調整じゃん。バロタ、解散しよう。そうだよ、解散しよう。え？何？
そうちゃん本当にすんの？うん、だって無理だよ、私福岡帰るから。じゃあ私もじゃかって帰る。8時間かかるからさ、バイバイ。ちょっと、待ってよ。じゃあ私も迎えに行こうかな。いやいやいや、だね、また寝坊するかな。なんて待って、ちょっと解散。平島起きろ。まゆどうすんの？どうすんのよ。どうしてできてないから。面白い。ありがとうございます。